はい、ヨガスポーツ、ヨガスポーツです。お願いします。はい、はい、本日はね、こちら一ノ北中央公園、はい、浜岸の上部市にあるね、そうですね、ジュニアスワローズさん、あ、そうだね、の、はい、本拠地ということで、今めっちゃ強いらしいね。めちゃめちゃ強いね。うん、僕の方から、はい、何ですか。じゃじゃん、お、はい、ニューバランスのスタイル買っちゃいました。 WBC ね、今更ながらすごかったじゃないですか。はい、もう大谷選手の、はい、あの投球バッティングにも感化されちゃった。はい、もうね、ミーハー5個のはい、騒いでしまって、ニューバランスのスパイク、落ちちゃいました。はい。この前、一度履いて使ったんですけど、投球時に、はいはい。軸足がこう、擦れちゃうと。はいはい、そうですね。うん。破れる恐れが出てくる。せっかくお気に入りのこのね、かっこいいスパイクが穴開いちゃうということで。長持ちさせたい。長持ちさせたいということで、はい、今日は、あの、塗りピ。はい。はい。を買ってきたんで、ショーマンにちょっと塗ってもらいたいなと。はい。じゃあ、行きましょう。はい。めっちゃかっこよくて。いや、かっこいいよ、これ。ニューバランスってさ、はい、なんかそんなかっこいいイメージなかったんだけどさ、多分最近結構デザイン変わって、大谷がさ、つけた瞬間、そうそうそう、めちゃめちゃかっこいいと思う。にしても、うん、にしても、紺好きすぎじゃない？紺白のこの組み合わせ。ああ、見て、もう紺白。ついついね。なんかね、買っちゃうんだよな。そもそも、塗りピ？塗りピ。っていうのは何ぞやと。まあそこからだね。うん。ミツルは、うん、まあ投げるのは右。右利きだね。なんで、軸足かな。軸足、右足に塗ります。うん、軸足で投げるときに、そう、こうなるからね。そうそうそう。これで言うと、このあたりだよ、だいたい。ここを保護したいと。そうそうそう。一番破れるところ。高校ぐらいになると、俺もその時知ったんだけど、はい、いろいろ P にも、そう、いろんな P がある。方法があると。そう、いろんな P があります。まかいだの塗り P で、もう一個が打ち P、 打ちこうかぶせてここに釘を打つタイプ。ああ、一体感を出すためね。そうで、もう一個が縫い P、 縫うやつね。そう、縫うやつ、皮かぶせて、うん、縫って、でここも縫う、ミシンでね。そう、ミシンで縫って、こっちの方がまあ多分軽くて、そう、一番こう密着感があるから、うん、そんなにこう違和感がない。まあお金とか持っていく手間とかもいろいろあるんで、そうそう、まあ、今回はこれ市販で売ってるね、ミズノのコーティングレジンっていう、はい、これ今白色がなかなか手に入らないんだけど、はいはい、まあ、このスパイクに合うのは多分白色かなと。まあ、白だね。いうところで、はい、まあ、なんとか入手したんで、ちょっと塗ってもらおうかなと。はい、ちょっと自分なりにやっていきます。じゃあ開けます。お、ヘラ入ってるわ。ヘラ入っとった。ヘラ入ってる。まず用意するものはいらないってことかな。ヘラはいらない。ヘラは入ってます。ミズノのやつ入ってます。ヤスリ。おお、ヤスリ削って、うん、まあ、なんていうの、接着の強度を高める。あ、なるほどなるほど。ただ多分これミツルのやつだと素材的に、素材的にいらないんじゃないかなって俺は思う。ただ傷つき、ただ傷つくだけだから、このまま塗ってもいい、このままでもいいんじゃないかなって。はいはいはい、はい、思います。一応どういう感じだろう。なんかこうやって、ここ問題はここの、うん、ここだよ、多分一番は。まあ気持ち程度にちょっとやってみましょうか。粗くね。粗く。まあやる範囲をさ、やっぱり出たってこっち行っちゃってもいけないから。ガイドをね。そう。この、これはいるもんね。いや、ニューバランスのこのロゴはね、やっぱ残しときたいだよね。ギリギリのとこ、ね、だって。極力先っちょにね。まあ、そこまであったら多分大丈夫だよな。おぉ。手で切るんかいっつって。この内側に塗っていくと。そう。そういうことです。手が閉じてるんで。軟膏みたいに。軟膏で。ぐつっと。で、おぉ。おぉ、出てきた。出てきた。で、これを早速塗ると。重ね塗りをすると強度が増すって書いてある。ああ、そうだね。まず最初の膜ね。そう。第一層を。なんか性格出るな。まあ、匂い的にはボンドだよね。特に、応用ボンドだね。分厚くしたいのはこの辺かな、やっぱ。そうだね。こういうのね、苦手なんですよ、僕は。図工とか。ああ。あ、結構固まってきたな。結構固まってきたぞ。ヘラが固まっちゃうんで、適宜取りながら。ちょっと下手くそやな。おいおい。結構極厚でやってますね、最初。まあ、
とりあえずね。とりあえず。下地だから。あ、合ってるね。色合いが。まあ、白だからね。時間を置きながら。はい。また塗っていきましょうか。そうですね。ああ、うまい、うまい。ちょうどいいベタつき感。はい。二層目はちょっとまだここ薄いから。うん、下の方か。ここ。だから次ここをちょっとこうやっていこうか。全体を整えていく感じね。はい、沿って下の方ね。下の方ね。なんか表面をさ、ザラザラにしてほしくない。いや、こうツルツルにしてほしい。ザラザラになる。うまいことやってるもん。自分の子供にさ、できたらさ、頼りになるお父さんだから。お父さん、つま先破れちゃってよ。どれどれ見せてごらん。お父さんが塗りピやってくあげるわ、つって。なんだかんだ、自分でやるっていうね。あ、三つ A 型だっけ ?A 型です。出てますね。こういうところね。いや、あなたも A 型ですよ。あー、そういうことか。そうそうそう。多分この時に、わかった。すぐに塗らんと、こうやってちょっとね、ガサガサになっちゃうんだよな。そうそうそう、だから、心を塗った瞬間がもう勝負だ。こっから押さえつけて、ギューってやってた方がいいかもしれない。変にヘラで伸ばせ、そうそうそう、伸ばせない。どうこれ、何回分ぐらいですか？ 2 回分ぐらいあるよ。2回分ぐらいあるよ。よし。じゃあちょっと乾かします。はい。ちょっと慎重にいかないと、全部ベロできそうなんで。徐々にカッターはちょっと使いながらやっていきます。バイク本体をちょっと傷つけないように、こういう具合にね。結局俺がやっとるやないか。カッターがいっぱい出る。いいね。おお、いいんじゃない。いいじゃん。ぽいな。ぽいやん。いい感じじゃん。あとはこれで時間が経てばもっとガチッと固まってくれると。そうそうそう。ただここのちょっと隙間が、この境目がちょっと若干段差があるというか。あれからね、一晩経って結構固まったんじゃないですか。うん、だいぶしっかり固まったと思います。どんなもんか試してみましょうか。このスパイクのモデルは割と大きめだと思う。で、横幅も結構あるから確かに割とゆったりめのサイズっていうか、履いた感じはどう？違和感ないし、最初に履いてた状態と何ら変わりない。じゃあこれでちょっと投げてみて、はい、ちょっと耐久性とかどういうか。一発で割れたらしゃあがない。無意識にさ、靴が汚れないようにって、こうやって、こうやって上げちゃう。あるね。あるじゃん。こうやって。そうなるとやっぱフォーム的には良くない。そう。だからしっかり、これがあれば、引きずっていいんだ。ああ、いいね。いい感じ。キャッチボール終わりましたけども、どうですかね。多分5、60球ぐらい投げたんだね。結構投げたからね。で最後の方結構力入れて蹴ったけど、はい、見ての通り全然剥がれて全然丈夫だね。ちゃんとね、見ていただくと分かるんですけど、土がついてね。そうだね、守ってくれてるっていうのが分かると思う。はい、まあこれどんどんまた劣化していけば、まあ、塗り足してね、塗り足して補強できるんで、はい、セルフでもできるということで、ぜひお試しください。はい、じゃあ以上、塗りピー検証でした。はい、はい、ありがとうございました。